インド南部デカン高原奥地にあるマハラシュトラ州シュラプル付近が震源地。中でもラトゥール県にあるキラリ村の被害は多大で、人口2万人の 70% が犠牲者となった。難を逃れた人々は軍隊の治安維持と救助活動によってほっと一安心といったところである。仮設の避難キャンプに収容された村人のほとんどが着の身着のままである。まだ村が寝静まった夜明け前、突然起こった直下型の地震に身一つで逃げるのは精一杯だったんだ。地震5日後の今でも村人の表情にその恐怖の色は少しも薄れていない。住民の7割を失ったキラリ村での被害調査は難航していた。ほとんどの村人が肉親を失っている。一家全滅の家族もあるので正確な犠牲者数が割り出せない。さらに救出作業の遅れが正確な調査を困難にさせていた。まさにキラリ村は崩壊状態であった。マグニチュード 6.5、 日本でなら中規模地震である。不思議なことに木材家屋の被害はそれほどでもない。日干しレンガの家屋がほとんど倒壊している。この日干しレンガを積み上げただけの家屋に被害者が集中しているようだ。村人が倒壊した我が家に戻ってくるが、どこから手をつけてよいかわからない状態だ。まともな葬儀ができる状態でないのだ。カースト制度がまだ色濃く残っているこの村で、身分の異なる遺体が一緒にダミに付されるなど極めて異常なことと言われる。生存者の一人はベッドで眠っていると突然家が崩れてきたと語り、また別の生存者は揺れは 4,5 分続き屋根が丸ごと落ちてきたとその恐怖を語った。フランスの救援隊が救出作業に追われていた。救助犬を使い瓦礫の下の犠牲者を探している。犬の鋭敏な嗅覚が頼りの忍耐のいる作業である。他に方法はない。地震とは地球内部の特定部分に蓄積された歪みがある限界に達し一時的に解放されて地震波の生ずる現象、およびそれによって起こる地表の揺れと言われている。学問的に解明されてもその地震を止めることは誰にもできない。1993年2月1日、取材班が入ったソマリアの首都モガディシオは無法地帯と化していた。